模型の世界史と静岡ホビーフェアとは、静岡市が主催したイベント。バンダイやタミヤヒトシの静岡市内の模型メーカーの協力を得て、ホビー関連の観光資源を集め、国内外の来生者にホビーフェアを見て、触れて、感じてもらうことで、静岡市の産業を PR するとともに魅力あるシティプロモーションを展開することを目的とした。静岡市の目標来場者数は90万人で、 あったが、開幕85日目に達成し、その後も数を伸ばした。静岡ホビーミュージアム、静岡市内の模型メーカーの協力を得て、静岡市の地場産業やプラモデルのルーツなどを紹介。開催期間中の入場者数は33万2038人に、上った。ガンダム人気で160万人入場ホビーフェア、閉幕、朝日 .com。 オリジナルの2015年9月26日時点におけるアーカイブ。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 1 1 2 2 9 1 5 5 2 1 2 h t t p m y t o w n a s a h i c o m a r e n e w s 静岡 /.tky201103270223.html2015 年9月26日閲覧。 ありがとうございます。